はい、皆さんこんにちは。今回はですね、ダイヤモンドの便利な簡単な見つけ方をちょっと紹介したいなと思います。まあ具体的に何をやるかというと、このラピスですね、このラピスラズリを見つけて、はい、こいつを起点にですね、発見するというやり方です。まあ必ず発見できるわけじゃないんですけど、まあ、結構な確率でね見つかると個人的には思うので、はい、もしよかったらですね試してみてください。はい、で何をするかっていうと、このねラピスを見つけたらですね、こいつを起点にですね、Z 軸ですね、はい、これ XYZ の座標があると思うんですけど、今座標見ながらやってるんですけど、こいつの Z 軸のマイナス方向ですね、これに大体ですね、ここのラピスから4マス分ぐらい、ここ今1,2,3,4 マス分ですね、これマイナス方向にね、 Z ので、ここを大体掘っていきます。そうするとね大体見つかるんですよね。あ、ありました、これわかります、ここ、はい、これでダイヤモンド、これ見つけたんですけど、まあこれ大体4マス分掘っていけばですね、まあ大体3マス分の下にあったけど、まあ大体4マス分掘ってればね見つかることも多いんでね、はい、ちょっと掘ってみてほしいです、やってみてほしいです。はい、またラピスをね見つけたんでね、また同じようにやっていきたいなと思います。まあね、ラピスもね、これなんだろうね、よくわかんないけど、こうやってね平らにね、なんていうかな、こう正方形みたいにこう四角にね配置してあるときが一番なんていうかな、見つけやすいかなっていう感じはしますけど、ちょっとわかんないですね。まあ、とりあえず今回もやってみましょう。どうだろう、座標出して、Z のマイナス方向行きます。こっち側かな、こっちだね、こっち、なんでこっち側に4マス行きます。 1,2,3,4、 まあ大体ここら辺ですね、ここから掘ります。よいしょよいしょよいしょ、あれないかな、あったよかったよかった、ありましたね。はい、無事ここにもねダイヤモンドがあったということで、はい、まあ大体ね、結構な確率でねこうやって見つかることが多いので、はい、で形的にはね、いろんななんかこう段差になったりとかしてることもあったりするけど、なんかこう平らにこうちゃんとこう4つ並んでる時が一番なんていうかな、こうやって見つけやすいかなっていう気がしてます。はい、まあいろんなパターンはあると思うんですけど、はい、まあもしよかったらですね、まあこれで結構発見できることも多いと思うので、まあこのラピス見つけたらですね、ついでに、はい、探してみるって感じでやると、まあ見つかるかもしれないんでね、はい、もしよかったら試してみてください。はい、ということで今回はですね、ダイヤモンドの見つけ方、まあラピスをたどってですね、ダイヤモンドを見つける方法を紹介しました。ぜひねチャンネル登録よろしくお願いします。それではまたね、バイバイ。